はい。どうも、皆さん、こんにちは。プロトレーダーの翔太です。えー、皆様、いかがお過ごしでしょうか、えー、僕はですね、相変わらず順調な幸せな日々を過ごしております。えっ、ー、ですねあの、今回は、あの、ちょっとあの、重要なお知らせとですね、あと、ウォルフ稼働のコツについて、ね、ちょっと、いろいろと語っていけたらと思うんですが、えー、まずですね、 重要なお知らせについて、えー、話していきたいと思います。まあ、その重要なお知らせの内容というのがですね、あの、LINE アットについてですね。あの、僕はですね、あの、YouTube の動画更新と合わせて、主にその LINE アットで、その、一斉送信という形でね、あの、まあ、メッセージをね、お送りさせていただいてたり、えー、してましてですね、 まあ、あと、その LINE アットのその1対1でその,メッ,セージのやメッセージのやり取りができるそのトークという機能があるんですけど、まあ、このトークという機能もあの、まあ、たくさん利用しておりまして、で、今回はね、その LINE アットの,その一斉送信のメッセージ、これについてですね、主にちょっと話していきたいと思うんですが、あのですね、えーまあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、その LINE アット というものがですね、もうすぐですね、仕様が変更して、あの、LINE アットから LINE 公式アカウントというものにその進化するんですね。うん、LINE アットから LINE 公式アカウントというサービスにその進化するんですよ、もう少しで。でそれに伴ってですね、あの、1対1でメッセージのやり取りをするトークという機能に関しては、 あの、これまでと、これまでと何ら変わらず、順調にバンバンやり取りできるんですよ。だから、そのトークの機能については、まあ、ご安心いただきたいんですけど、あの、これがですね、一斉送信でメッセージを送る機能に関してはですね、その LINE アットから LINE 公式アカウントにサービス変更するにあたってですね、ちょっとこれがね、あの、まあ、なんていうんですかね。 ちょっといけない感じになっちゃうんですよ、これがね。うん。その LINE アットから LINE 公式アカウントに進化するんだけども、一斉送信でメッセージを送る機能に関しては逆に退化しちゃうみたいな、まあそういうイメージを持っていただけたらと思うんですけど、だからね、あの、これまで、これまでのような頻度で、その、まあ、一斉送信でメッセージをね、 あの、お送りするっていうのが、その、LINE 公式アカウントに進化した後だとちょっと難しくなりそうなんですね。うん。なので、その、まあ、LINE アットで一斉送信でメッセージを送る、えー、まあ、これがこ、あの、まあ、これまでのように、あの、バンバンメッセージをお送りすることができないとなると、 ちょっとね、対策を考えなきゃいけないですよね。で、そこで、まあ僕はね、あの対策をちょっと考えたのがですね、あの、ツイッターですね。はい。あの、僕はですね、あの、ツイッターもやってまして、あの、もしね、あの、これを機会にですね、あの、僕のツイッターのアカウントフォロー、まだされてないっていう方はですね、ぜひこれを機会にね、あの、フォローしていただけたらと思うんですけど、というのもね、その、 まあ、僕はあの、これまで LINE アットの、あの、一斉送信のね、メッセージの方も、あの、たくさん利用してですね。それで LINE アットでしかお伝えしていないようなお知らせとかもね、あったんですよ。その LINE アットの一斉送信のメッセージでしかお伝えしていない内容っていうのもあったんですけど、それが、これまでのようにできなくなると、なるとですね、まあ、違う媒体でね、 違う媒体で、ええー、まあ、それを、あの、そうい、なんだな、その代わりとなる、ええー、ことをね、代わりとなることというか、なんて言ったいんですかね、その LINE アットの一斉送信のメッセージの代わりとなる、まあ、環境をですね、えー、どこかで作り上げたいなと思ったんですね。で、そんな中で、あの、非常に、あの、マッチングしている媒体、 が、先ほど申し上げた、あの、ツイッターなんですね。うん。なので、そのツイッターの方でね、あの、今後、まあ、重要なお知らせとかもですね、ええー、まあ、発信していけたらなというふうに思ってます。でも、あの、主に僕の、その、活動の拠点は、まあ、この YouTube なんで、まあ、その、基本的にはね、あの、この YouTube チャンネルの、 うん、この YouTube チャンネルにアップロードしている動画をですね、ご覧いただけたらね、まあ基本的にはまあそれで OK じゃ OK なんですけど、あのー、まあ LINE アットでしかお伝えしていない情報とかもあったんですよ。だからそういったのをその Twitter の方にまあ分散させていこうかなって感じですね。イメージ的には。ただあのー、この LINE アット、えー、LINE アットから LINE 公式アカウントに まあ、そのサービスが変更したとしても、その、全く一斉送信のメッセージが送れなくなるというわけではないんですね。これをまず、その、勘違いしないでいただきたいので、あの、ただ頻度が極端に減るっていう感じです。例えばですね、その1ヶ月に30通ぐらいですね、メッセージが送れていたのが、 その LINE 公式アカウントに変更してからだと、それが、まあ、例えばですけど、その10通以内ぐらいしか送れなくなるみたいな、そういうイメージを持っていただけたらと思います。だから、全く送れないわけじゃないんで、だから今後もですね、まあ LINE アットから LINE 公式アカウントに移行してからも、その僕から、僕からのその LINE を通してのメッセージっていうのはですね、あの、しっかりとチェックしておいてください。うん。 やっぱり LINE ですか、その LINE アットから LINE 公式アカウントにサービス変更した後でも、LINE 公式アカウント、僕のですね、私翔太の LINE 公式アカウントでしかお伝えしない、えー、重要なお知らせとかもあったりしますんで、だから僕の LINE 公式アカウントも、その今後もですね、変わらず、まあチェックはしていただきたいんですけど、まあその一斉送信のメッセージに関しては、まあ極端にその送信数が減るという感じです。 で、じゃあ、その、送信数が減ったその分をどこかの媒体で賄わなきゃいけないなというふうに考えたときに、ツイッターが、まあ、あの、かなり、えー、いい感じというか、かなりマッチングしているなと思ったんで、だからそのツイッターを今後利用していこうかなという感じです。その分ね。うん。その、遅れな、その、制限される分、それをツイッターに、ま、回していこうみたいな、そういうイメージですね。うん。 まあだからですね、僕はですね、でもまあこう言ってしまえばですね、今ね、LINE アットという形で利用してますけど、LINE アットの方も、一斉送信のメッセージに関してもまあ確かにたくさん利用してますけど、それ以上にその1対1でやり取りをするトークの方をえ僕はたくさん利用してるんですね。 はその、1対1のトーク、本当に、あの、ま、僕の LINE アットですね、え、本当にたくさんの方々に、あの、ご登録いただいているんですけど、本当にこう、お一人お一人とですね、あの、丁寧に、あの、メッセージのやり取りさせていただいております。うん。それはその FX に関するご質問だったりとか、あの、そういうのに、 あの、お一人お一人丁寧にその LINE アットのトークの機能でお答えさせていただいてるって感じですね。だから LINE アットのトークの方であの、まあご質問をいただいてそれに対してトークでお、あの、またメッセージを送ってお答えするというね。これを非常に丁寧にごあのさせていただいております。 あの、本当に、ほとんどのご質問にお答えしていると思います。あの、お答えできないようなご質問に関しては、あの、まあ、ちょっと仕方してるんですけど、ま、あほとんどの質問を、質問に対して、ちゃんとしっかり答えている方だと思います。うん。結構ね、その、お一人お一人のメッセージのやり取りをですね、あの、全然やらないという、その、まあ、言ったら、こういうね、まあ、その、 まあ、投資教育者というか、まあ、そういう方も、まあ、たまにいらっしゃったりとかするみたいなんですけど、僕は、まあ、お一人お一人、まあ、まあ、割と丁寧に、あのー、受け答えしている方だと思います。うん。で、なので、まあ、僕は、その、トークの機能がしっかりできれば、まあ、正直ね、そんなに問題じゃないというか、僕にとって。うん。なので、 あの、さっき、冒頭でも言ったように、その LINE アットから LINE 公式アカウントにサービスが変更してね、うん、LINE アットから LINE 公式アカウントに進化したとしても、そのトークの機能はこれまでと変わらず順調に、まあ、できますので、まあな、なので、その、僕の、僕とのね、その LINE、でのやり取り、うん、LINE での1対1でのやり取りっていう面に関しては、まあ、あの、ひとまず、まあ、ご安心いただけたらなと思います。ただ、 あの、まあ、一斉送信で、その、重要なメッセージを送ったり、えー、していたのが、その頻度が、その、ちょっと減っちゃうっていうことです。だからその分を、その、ツイッターの方でちょっと賄おうかなっていう感じです。うん。あの、ま、インスタグラムも、ま、いいなとは思ったんですけど、あの、インスタグラムはね、ちょっとあの、リンクが、あの、貼れないというかですね、 あの、まあ、写真載っけて、それに、ま、文章を書いたりできるんですけど、それに、リンクを貼っても、その、なんていうんですかね、飛べないというかですね、アクセスできないんですね。あの、URL を打つことはできるけど、その、直接、その、飛ぶことができないので、ちょっと、そういうの考えると、ちょっと、ま、扱いづらいなっていう感じですね。だから、インスタグラムに関しては、ま、僕が、あの、まあ、なんだろうな、食べ、 僕がその食べた料理とかの写真とかをまあ乗っけていこうかなという感じなんですけども。うん。なので、あのー、まあ話をねまとめると、その僕のツイッターの方でも今後、まありかし重要なお知らせとかも、あのー、ちょっとツイートしたりとかするかもしれないので、なので、まあこれを機会にですね、あのー、僕のツイッター あのアカウントのフォローとあとまあついでに僕のインスタグラムのアカウントのフォローもよかったらよろしくお願いしますあのこの動画下の概要欄にですね僕のあのツイッターのアカウントのリンクだと,と僕のインスタグラムのアカウントのリンクとかですねまあ、僕に関する重要なリンクはですねこの動画の下の説明欄にあのあのほぼ全て載っけておりますんでまああのまあよかったらねこの動画下のせあの説明欄に載っけているあのさまな あの、お知らせをですね、あの、すべて、ま、チェックしていただけたらと思います。うん。そんな感じです。まあ、ちょっと、うまく説明できたかどうかわかんないんですけど、まあ、とりあえずですね、あの、LINE アットから LINE 公式アカウントっていうのにも、もう少ししたら、その、仕様が変更して、まあ、その、進化する面もあれば、あの、かなり退化する面もあるっていうことですね。うん。だから、それに伴って、あのー、その、まあ、 活動拠点を、その LINE 公式アカウントだけじゃちょっと心をもとないから、その Twitter の方にもちょっと、Twitter の方にちょっと比重をですね、その心もとなくなった分、その Twitter の方でちょっとまかなっていこうかなというね、そういうイメージですね。だから今後その LINE 公式アカウントでのその重要なお知らせも、その、まあもちろんできますから、 その頻度が減るだけでね。頻度が極端に減るだけで、LINE、イン公式アカウントでの一斉送信の重要、一斉送信のメッセージの重要なお知らせも、その頻度がかなり減るっていうだけで、あの、するのはしますから。だから、あの、さっき言ったように、僕の、えー、私、プロトレーダー翔太の LINE 公式アカウントのチェックもですね、今後も変わらず、LINE アットの時と変わらず、よろしくお願いします。 で、そんな、あの、僕の LINE アットのリンクもこの動画下の説明欄に載っけてますから、あのー、まあ、よかったらですね、あのー、まあ、友達、えー、追加など、えっと、あの、友達追加ですね、まあ、していただけると嬉しいなと思います。うん。まあ、あのー、なんだろうな、僕はあの、さっきも言ったんですけど、あのー、トークですね。1対1でメッセージのやり取りをする。だから僕とあなたと1対1でメッセージのやり取りをする、そのトークという機能ね、 LINE アットのトークという機能を僕は一番使ってるんですね。一斉送信のメッセージよりもトークの方をよく使ってますんで。だからそれはさっき何度も言ってますように、LINE アットから LINE 公式アカウントに移行した、あの移行というかですね。LINE アットから LINE 公式アカウントに進化したとしても、トークの機能はこれまでと変わらず、あの順調に利用できますんで。だからどっちにしても僕の LINE アットの方はやっぱり友達登録しておいた方がいいですね。うん。 はい。じゃあ、えー、続いてですね、えー、ウォルフ稼働のコツについてね、話そうと思うんですが、あの、僕のラインアットのトークの方にいただくご質問の中で、めちゃめちゃ多い質問の一つがウォルフ稼働なんですね。えー、例えば、えー、この通貨ペアのこの時間貸しで、今、上昇パターンのウォルフ稼働が形成されてますよね、とか、あの、そういうね、ご質問いただいたりするんですけど、 あの、本当にね、あの、勉強不足の方がですね、あの、ちらほら、いらっしゃるんですよ。本当に残念だなと思うんですけど、あの、本当に、たくさんね、これまで、ウォルフカードの動画講座とか、あと、ま、講座解説プレゼントの、えー、二つのウォルフカードを使って聖杯手法とか、あと、僕の FX トレード教材の焦達式 12. 点お得セットの中で、たくさんね、 あの、ウォルフ稼働のその真髄部分とかね、解説してたりとかするのに、で、そう、そういうことも動画講座の中で結構話してるの、えー、結構話してるのに、それにもかかわらずウォルフ稼働についてその勉強不足の方が、まあ、ちらほらいらっしゃるっていうのがまあ非常にショックで、うん、みたいな感じなんですよね。あの、ウォルフ稼働と決めつけるのがね、早すぎる方が多いんですよね。 ウォルフ稼働っていうのはですね、あの、2、4ラインを、あの、ブレイクしてからが優位性がぐっと高まる手法なんですよ。まあ、例えばね、まあ、あの、上昇パターンのウォルフ稼動で言ったらですね、まあ、ちょっと簡単に図を書いていきますけど、まあ、こんな感じでいいかな。ま、ここ1点目でしょで、2点目、で、3点目、で、4点目、で目、でここは5点目と。 いう感じで、この時ですね。まあ24ラインが引けますよね、このように。この2点目と4点目結んで24ライン引けますと。そして、このウォルフ稼働の手法だけを用いてエントリーしたいなと思った場合はですね、この24ラインをやっぱしっかり上にブレイクして、そして押しを待ってからの押し目買い。これがですね、非常にやっぱりね、セオリーなんですよ。 あの、言ったらね、こう5点目つけている段階、この辺とかで買いエントリーするっていうのは、ウォルフ波動の手法だけを用いて、えー、戦略練ってる場合は早すぎるんですよ。これは例えばね、ウォルフ波動以外の手法を用いて分析した結果、この5点目つけているこの辺りから、グイーンと急上昇してくるであろう、えー、根拠がですね、 えー、複数重なっているという場合であれば、この5点目つけてるこの辺りからですね、あの、回エントリーすることも全然可能なんですけど、でも、ウォルフ稼働の手法のみを用いてエントリーする場合は、やっぱりこの2、4ラインをしっかり上にブレイクしてからの押しを待って押し目買い言ったら、ずれかくと5点目つけますと。で、そこから上昇する。そして、まあ、ここで、 2、4ラインを上にブレイク。で、その後、その後ですね。その後、押し目を作ってきて、押し目作って、そして再度上昇しかけた、こういうところですよね。再度上昇しかけてきた、勢いよくね。再度勢いよく上昇し始めてきた、こういうポイントを狙って、回エントリーする。そしたら、ぐわーっと、上昇して、 そして、まあ、決済ポイントは、この1点目と、この一点目とですね、4点目を結んだこの14ラインに、ちょっと待ってくださいね。この1点目と4点目を結んだこの14ラインにタッチしたところで利益確定するというね、 これがまあ王道であります。セオリーなんですよね。うん。だから、このウォルフ稼働の手法だけを用いて戦略練ってる場合は、この24ラインを上ブレイクしてもないのに、このあたりで買いエントリーとか考えちゃってる人はですね、甘いんですよね。これがですね、あの他の手法を、あの他に複数,手複数の手法を用いて、 この辺りぐららいからですね、この5点目つけて、えー、来始めているこの辺りからもうこのぐんぐん上昇してくるであろう根拠がですねこの辺りで重なっているなということを導き出すことができていたらこの辺りで買いエントリーすることも全然、えー、できるんですよなんですけどあのウォルフ稼働の手法だけを考えた場合はですねこの24ラインを上にブレイクしてそして押し目を作って で、再度上昇し始めたところにあって、買いエントリーするっていうのが、これがセオリーなんですね。だから、あの、大体ですね、なんか、あの、僕のラインアットのトークの方にですね、あの、翔太さん、これってウォルフ稼働ですかみたいな感じで、あの、チャートえ、チャートをですね、スクリーンショットをして、それを、 あの、それと共にですね、あの、メッセージを送って来られたりする方いらっしゃるんですけど、まあ、そのね、あの、スクショされたチャートを見るとですね、大体ですね、この24ラインを、その、ブレイクしてもない段階で、これ、ウォルフ稼働ですよねって言っちゃってるんですよね。そういう方が非常に多い。だから、あの、甘いんですよね。あの、ウォルフ稼働だと決めつけるのが早すぎるんですよ。 その24ラインをブレイクしてからセットアップなんですよ。うん。24ラインをブレイクしてからセットアップ入って、なんなら、えー、上昇パターン、上昇パターンのオルフ稼動だと押し目をしっかり待ってから再度上昇し始めたところを狙って回エ取り。えー、これが、あの、下落パターンだと逆ですよ。全然逆の、逆のイメージを持てば OK。 今から書いていきますけどもゲラクパターンの場合はまあこんな感じでねまあいっ 1点目、2点目、3点目、4点目、5点目という、まあ、こういう感じの形になってて、それで、こう、2点目と4点目ありますね。で、この2点目と4点目を結ぶと。結ぶと、2点目と4点目を結ぶと、このように24ラインが出来上がると。で、 この時、まあここね、5点目つけてますけど、この5点目をつけてる段階で売りエントリーをするっていうのは早すぎるってことですね。この、えー、下落パターンのウォルカ稼働の場合でも全く一緒で、この24ラインを下にブレイクして、そしてなおかつ戻りをつけてですね、戻り目つけて、サイトを勢いよく下落し始めてきたところを狙って売りエントリーする。 これが王道でありセオリーなんですね。うん。なので、この段階でね、この5点目をつ,つけている段階で、これって、あの下落パターンのウォルフ稼働ですよね、翔太さんみたいな感じで、そのチャートの画像つけてメッセージを送ってこられてもですね、あの、早すぎるんですよ、その分析終わらせるのが。うん。だから、勝てないんですね。厳しいことを言うと。 うん、だから稼げないんですよ。だから、あのー、もっとですね、なんか、じっくり待つっていうことをね、やった方がいいんですよね、本当にね、皆さんね。うん。あのー、じっくり待つっていうことできないから、うまくいかないんですよ。だから、これはもう本当に、あのー、こういった FX などの投資の世界以外でも何でもそうなんですね、結局ね。 その投資の世界以外のふつ、あの、他の仕事でも、そのじっくり待つっていうね、この我慢する力というか、うん、あの、我慢できない人っていうのはね、どの仕事をやらせてもね、うまくいかないですよ。うん。どの仕事やらせても中途半端な結果で終わるというか、まあ出世できないですよね。だからこれはその投資の世界でも同じなんですよ。だから我慢できずにね、すぐブチ切れたりする人って、あの、ね、 全然仕事うまくいくはずないじゃないですか。そんな人がね。だからそれと一緒なんですよね。だから、ここで、あのー、売りエントリーとかね、考えちゃってる人っていうのは、要するに、まあ忍耐力が足りないっていことですね。うん。全然我慢できない人っていうこと。我慢できずにすぐイライラし始めちゃう人っていうことですね。だからそういう人っていうのは、まあ、 投資の世界ではもちろんうまくいかないし他の仕事をやらせても中途半端な結果に終わる出世できないというねまあそういう人だと思いますうんだからしっかり我慢我慢強くてそしてチャンスが来るまでじっくり待ち続けることができる人っていうのがあのめちゃめちゃ出世するししっかりお金稼げる人なんですね だからそういう人にあの僕の視聴者の方々になっていただきたいんですよね。うん。これはもう心の底から思ってるんですよ。心の底から皆さんにはそういうね、あの我慢強い人間になってほしい。チャンスが来るまでしっかり待ち続けることができる人になってほしいなっていうふうに僕は本当に心の底から思ってるんですね。うん。だからあんまり気分を悪くしてね、まあ、 あの悪くしないでほしいんですけども、僕は本当に皆さんのことを思ってあえて厳しく言ってますから、うん、だからここでその気分を悪くするっていうこと自体がまあおかしい話なんですよ。うん、だって、その学びたいと思って僕の動画を見てくださってるわけですから、その学びたいと思ってるのにイライラするとおかしいでしょ。おかしいじゃないですか。うん、おかしいでしょ。うん、だから、ね。 冷静に考えたら、その、イライラするっていうことが、いかに矛盾してるかっていうのが、だんだん分かってくると思うんですよね。だって、その、その人から学びたいと思って動画見ているのに、その人にイライラするとおかしいじゃないですか。うん。そういうことなんですよね。えー、ただ、あのー、まあ、そういうことなんですね。まあ、ちょっと話長くないそうなんで、ちょっとまあ、とばかそうと思うんですけど。要するに、この、下落パターンのウォルフ稼働も一緒なんですよ。 さっきの上昇パターンのオールカードとねで。この2点目と4点目あって24ラインこう引きます。で、ここ5点目を付け始めているこの辺で売りエントリーするっていうのはあのー、早いんです。そこから、まあ、下落して実際にこの24ラインを下にブレイクしましたと。これ。で、その後戻りを待つんです。戻りをね。戻り待ってそして再度 再度勢いよく下落し始めてきたところを狙って売りエントリーする。そして、えー、決済ポイントは、さっきの上昇パターンのウォルフ稼働と一緒で、1点目と4点目を結んだ、この14ラインですね。1点目と4点目を結んだこの14ラインに、タッチしてきたところですね。 タッチしてきたところを狙って利益確定。これが王道であり、セオリーなんですね。ウォルフ波動のね。うん。これはその、上昇パターンのウォルフであっても、下落パターンのウォルフであっても、えー、どちらとも同じなんです。共通してるんです。うん。共通のセオリーであり、共通の王道パターンなんですね。これがね。うん。最近、セオリーという言葉にはまってます。はい。 というわけで、あのー、まあ、僕のラインアットのトークの方に、そのウォルフ稼働についてご質問送ってこられる方はですね、あの、ちょっと今一度ね、その僕にメッセージをね、あのー、まあ、1対1のトークを利用してですね、僕にメッセージを送、送ろうとするその前にですね、あのー、しっかりとチャートをね、もう一度確認してみてほしいんですね。うん。2、ラインをしっかり しっかりブレイクしているかどうかっていうのをしっかり見てください。うん。24ラインをブレイクしてはないのに、これ、あのー、ウォルフ稼働だからエントリーしていいですよねとか、なんかそういうご質問をね、送ってきたりするのは、もうちょっとやめてほしいなと思います。で、そのエントリーしていいですよねっていう質問自体も、本当にセンスがないんですよね。あのー、うん。 だからその結局だからそのね、自分で成長する気が全くないんですよね、そういう人ね。うん。で、その他力本願の人は本当に何やらせても成長しないです。うまくいくわけないんです、そういう人はね。じゃあ逆にその他力本願じゃなくて、その自力で、えー、まあ、成り上がりたいというふうに思っている人はですね、もう本当、もう2、3年前ぐらいですね。2、3年前ぐらいにもうすでに 僕の FX トレード教材の焦達式 12. 点お得セット、こちらをですね、しっかり手にして、焦達式 12. 点お得セットの中で解説している、えー、手法の真髄をですね、えー、しっかりと学んで、そして極めてですね、そしてもう格段にトレードレベルをですね、えー、上達させていっておりますから、だからそういう人がですね、まあ人生っていうのは、まあうまくいくものだと。 いうふうに考えてもらったらと思います。だから、他力本願の人が成功するはずないんですよ。成長もしないし、成功もしないんですよ。他力本願の人はね。だから、その、まあ僕のラインアットのトークの方にですね、あの、ご質問を送ってこられるのはまあ結構なんですけども、あの、そのセンスのない質問はやめてほしいんですよね。そういう他力本願な質問みたいなのは本当にやめてほしいんですよ。 うん、だからもう自分の力でというかあの努力して成長しようと、うん、努力して、えー、しっかり学んでそして成長してその先にある成功をつかもうというふうに、えーまあ、思ってほしいなと思いますね。でそういいったその志の高い あの、メッセージをですね、僕のラインアットのトークの方には送っていただきたいなというふうに思っております。はい。まあ、というわけでですね、あのー、まあ、なんだろうな、あのー、まあ、FX のその学習の仕方、うん、えー、FX をその効率よく極めるまでのそのプロセスっていうのを、 まあ、あんまりよくわからないっていう人はですね、僕の、えー、極意マニュアルっていうのがありまして、その FX の超初心者トレーダーさんが少資金からでも最短最速で経済的、精神的、時間的、環境的に、えー、自由なお金持ちの勝ち組トレーダーを目指していくためにおいて、すごく役立つ基礎知識やノウハウ考え方などをまとめているね、えー、マニュアルっていうのがあるんですけど、それが極意マニュアルって言いまして、その極意マニュアルをですね、 あの、ご参考いただけたらなって思います。うん。FX を効率よく極めたいっていう方はですね、まあ必見ですね。で、この極意マニュアルの方で、あの、まず僕がお勧めしている FX の証券会社、えー、こちらの、まあ、講座解説の仕方から、まあ、あの、実際のトレードのやり方とか、 入金方法、出金方法とかもまあ解説してたりしますし、あの、言ったらですね、あの、FX の講座解説の時点でもうあなたがその成功できるかどうか決まっていると言っても過言ではないんですね。だから、そのセンスのない、あの、FX 証券会社を選んで、あの、そんなセンスのない FX 証券会社の講座を解説してそこでトレードすると、本当に、あの、もう損することが本当に多いというかですね、あの、 その時点でめちゃめちゃ損しちゃってるっていう部分が本当多いんですよ。うん。なので、講座解説、えー、というかその FX 証券会社選びっていうのは、あの、あなたが想像している何倍もめちゃめちゃ重要なんで、これはまずあの、覚えておいてください。うん。というわけで、その極意マニュアルの、えー、極意マニュアルの方ではまずは、その講座解説のところからまあ、スタートして、そして、あの、講座解説、口座解説プレゼントである、あの、まあ僕の、 あの、手法の一つである、えー、二つのウォルフカードを使って正杯手法というね、えー、こちらの手法もですね、その講座解説プレゼントとして、あの、プレゼントしてまして、まあ、その詳細もですね、その極意マニュアルをご覧いただいたら、ま、わかります。うん。 で、まずはその講座解説からその講座解説プレゼントのところまで行って、そしてその後ですね、その,そのノウハウの部分に移ります。トレードノウハウの色派の,の部分に移りまして、そのトレードノウハウの色派の部分が終わってからは、あの、どういうマインドで、どういう面持ちで、あの、その FX の学習と向き合うべきか。その FX の学習をするには、あの、一体何が大切なのか。えっ、ー、と、いろいろありますよね。 その経済指標だとか、そのファンダメンタル分析とか、そのテクニカル分析とかいろいろあるけど、その中でも一体何が重要なのか、何を極めていくべきなのかっていうところをしっかりと、その極意マニュアルの最後の方ではしっかり語ってます。うん。だからそういったね、部分までしっかりと目を通してください。あの、極意マニュアルを受け取ったら、極意マニュアルのステップ、最後のステップまでしっかり進んでください。 極意マニュアル受け取って、あの、全然そのステップ通りに、あの、進もうとしない方はですね、極意マニュアル受け取った意味がないので、その、エフェクスで成功する気がないものだともうみなします。そういう人はね。うん。だから、その極意マニュアルを受け取ったのであれば、そのエフェクスを極めたい方は、極意マニュアルのステップの最後までしっかり進めてくださいね。うん。 これも非常に重要なんで何回も言います極。極意マニュアル受け取ったら、極意マニュアルの最後のステップまでしっかり進めてください。FX をこうしっかりと極めたい人はね。うん、というわけで、この極意マニュアルを受け取りたいという方はですね、えー、この動画下の説明欄に僕の LINE アットのリンクを載っけておりますので、まずは、えー、そちらからですね、僕の LINE アットを友達登録していただき、その後に僕の LINE アットのトークの方にですね、 極意マニュアル希望とメッセージをください。そしたら、この極意マニュアルをお送りいたします。で、もしもあなたがですね、LINE をしていないという場合はですね、Twitter または Instagram からでもこの極意マニュアルをお送りいたしますので、もしですね、Twitter 経由でこの極意マニュアルを受け取りたいという方はですね、 まずですね、この動画下の説明欄に僕のツイッターのアカウントのリンクを載せておりますので、そちらからまず僕のツイッターのアカウントをフォローしていただき、その後に僕のツイッターのアカウントのその DM ですね、ダイレクトメッセージの方で、あの、極意マニュアル希望とメッセージをください。そしたら、この極意マニュアルをお送りいたします。で、もしもあの、インスタグラム経由で、 えー、この極意マニュアルを受け取りたいという方はですね、えー、まず、えー、この動画下の説明欄に載せている、えー、僕のインスタグラムのアカウントのリンクからですね、えー、僕のインスタグラムのアカウントをフォローしていただき、その後に僕のインスタグラムの、えー、DM の方からですね、えー、ダイレクトメッセージですね、えー、そちらからですねあの、極意マニュアル希望とメッセージを、えー、送ってきてください。 えー、そしたら、えー、この極意マニュアルを、えー、お送りいたします。というわけで、えー、今回はですねあの、ちょっと話長くなりましたけども、重要なお知らせと、あと、えー、ウォルフカードのコツについて解説しました。ありがとうございました。プルトデータの翔太でした。